こんにちは、フリーザーです。今回はですね、大阪3日間鹿児島発着のですね、全日空で行く格安プランになりますけれども、ポイントはですね、ホテルです。宿泊のホテルがですね、ハートンホテル西梅田というホテルになりまして、こちらがですね、2泊3日で3万2800円です。このホテルがですね、空港からですね、リムジンバスに乗られる方多いと思うんですけども、そのリムジンの発着する、ターミナルというかバス停ですね、これがすぐ近くにあります。なので空港とのアクセスが非常に便利ということです。あとですね、この駅、大阪市内とか、USJ ですね、 USJ に行ったりとかするときに、電車とか使われると思うんですけども、梅田駅すぐ近くです。それから当然大阪駅もすぐ近くということで、立地が非常に便利なんですね。でちょっと変わり種としてはですね、伊勢神宮ですね、こちらに行かれる時に、近鉄の特急列車ですね、これを利用すると日帰りが実はできます。参拝しておかげ横丁あたりでご飯食べて、お土産買って帰ってくる、これ可能なんですけども、その駅にも近いということで、いろんな可能性を秘めたというと言い過ぎかもしれないですけど、立地的には非常にいいホテルになります。でこちらの、商品の詳細はですね、画面下のコメント欄の上に商品詳細 URL を貼り付けてますので、こちらをご覧いただきたいと思います。ぜひおすすめしております。ハートンホテル2週までの情報でした。よろしくお願いします。